それは平穏に暮らしていた私たちの村で起きた忍者たちのお話です。
ビビって正面に戻すのよ。何言うの、おい、おい、やめておけ。お前たちの叶う相手ではないな。で、先ほどまで何をしていたのじゃ。ここにいる村人たちと狐が現れた時の合図を決めております。して、その合図は。伊豆が出てきました。手で狐を作ります。みんなにも作ってもらいます。お願いします。先ほどです。お願いします。ありがとうございます。いいですね、素晴らしい。お代官様もお願いします。あ、仕事は。い、そうです。で、これ出てきたらみんなでコンコンってやってもらいます。じゃあ行きますよ、皆さん。せーの、コンコン。もっともっとコンコン。吐き抜け、コンコン。ゆっくり、君や、コンコン。よっしゃ。おい、おい、どうだ。
いっそさすがのお主もこいつにはかなうまい。お待ちくださいお大官、その気になりますにでも。
けたぞ、イズナ。玄米族が通るよ。玄米一王妻、我ら忍びの掟破りめが生かしては返さん。ならばこの絆、これより紳士の秩序となりて玄馬一族と戦う所存にございます。守るために戦ったのです。この村には平和が訪れました。